ちょっと面倒くさい、結構苦手な人も多いですね。長さ、面積、体積の単位を徐々にバージョンアップしながら考えてみたいと思います。まず、長さ、キロからいきますか。1キロは、これはいいですね。1000メートル。ほいほいほい。で、ここで大事なのは、このキロっていうのは、グラムとかでもキログラムとか、キロリットルとかね、いろいろ使いますけど、このキロって1000個分というね、1000個集めた、1メートル1000個集めた、ね、これ1000の記号ね。千の記号になって、はい。で、これを1キロが1000メートル。ほんでもって、これをセンチに直すと、これじゃあまずどうしましょうか。ワン、ツー、はい。10万センチですね。まあ、つまり、基本の考え方は1メートル100センチ。これ、例えばさ、どうですか？162センチの人、170センチの人、ね、160センチだったら、160センチっていう言い方の他に1.6メートルっていうふうにも言えるわけ。つまり、1のところが100になってる。だから、1メートルが100センチだから、これにあと0、2個、何メートルつければいいわけですね。だから、例えば、もし問題として、2メートルをセンチに直します。ね、そうすると、これは、何になるかな？はい、ワン、ツー、はい、200センチね。2が200、1が100だから2が200。じゃあ逆に、これの方が逆に難しいね。ちょっと見てください。24センチ。これはどう？はい、これは、ワン、ツー、はい、ほら、これ小数になったでしょ。つまり、100センチが1メートルの基本に考えてみると、100が1ってことは、10の位は0.1ってことね。つまり、ここは0.2だから、その後は数字を普通に書いてやればいいってこと。はい、さらに、これはどうかな？これはどうかな？はい。ワン、ツー。はい、できたね。6センチ。0.06メートルね。で、これとかになると、だんだんめんどくさい感じになってくるよね。だから、こういう時のための、ちょっとした裏技ね。メートルとセンチ。メートルからセンチにするのは、0を2個つければいいけど、逆の場合、どうなのかっていうのをちょっと考えてみると、これ、1メートルは100センチ。はい、いいですか？これを、どっこいしょと。ね、これ逆すると、ほら、1メートルは001になってるでしょ？つまり、この基本形で、これで考えること。ね、逆言うと、0.01メートルで、ちょっと無理があるけど、1センチね。これ逆さまにしてみると、ね、こうやって1メートルが0.01センチ。ってことは、1メートルは、これね、メートルからセンチはいいけど、ね、これで、0.01、逆に、こういうふうに、単位をひっくり返してれば、ね、どうしても分かんないときは、これでやることができますよ。これもちょっと覚えておくといいかもしれません。ほい。そうすると、例えばこんな問題だったら、0.01メートルが1センチだったら、0.07メートルは、ほい、7センチっていうふうに当てはめて考えることができるというわけです。は
はい、それではここから面積へと続いて考えていきたいと思います。